今日は大物 YouTuber のモノマネをしていきたいと思います。じゃあ、税金のモノマネをします。瀬戸康史のモノマネ。ヒガキンのモノマネ。ってことでね、ちょっと滑ってしまった感はありますが、じゃあちょっと変顔をしたいと思います。ここからちょっとね、変顔をしていきます。すごいね、ちょっと滑ってしまいましたが、今日はここまでにしときます。美味しい。